やっと終わりました。ここの水路をつなげて向こうから牛さんたちが徐々に降りていって、押し合いへし合いやって、メダルゲームの要領ですね。メダルゲームのあのメダル落としの要領ですよ。あの徐々に行ってもらうと。ちょっと心配なのが、ここを小さくしないとうまくいかないんじゃないかなと思うんですけど、水の流れに合わせて、あらららら、ら、そういうことになっちゃうわけね。ふむ。じゃあ、今出すとどうなるんだ？はぁ、あ、看板でせき止めよっか。簡単な話だ。看板を、ここと、ここだね。っていうか、そこに設置すりゃいいんだよ、もう。そう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 。こんな前に出さなくていいよ。ここと、ここだね、多分ね。あら、なんかよくわかんない、水の流れに。大丈夫か、これ。ここに落ちて、どういう風に行くの？ちょうどいいか。なんかよくわかんないけど。OK。じゃあ、これでね、もう、行きますよ。ちょっとね、羊さん調子乗って増やしすぎたんで、ドドーン、どんだけいるねんっていう。どんだけいるねんっていうね。まずちょっと待って、こんなにいらなかったと思うから、後で殺処分してちょっと数を減らしますね。まずは逃げ出さないように、下の階に降りてきてもらって、そっから順序よく、下に放り込むという、またいつもの感じでいきますよ。小麦がないと多分誘導するのに不便なので、よし、とりあえず置いて、で、ここ流さないとダメだよね。で、看板でせき止めてあるんで、そのままストンって多分落ちてくれると思います。それで、あとは、ちょっとどこだわかんねえな。あ、なんか変なゾンビがいるよ。何あいつ、何あいつ、どこから来たのあいつ。なんで燃えてないのあいつ。ね、エンチャントしてるから？なんだこいつ。なんかエンチャント済みのやつ来てるぞ、こういうの。アホ。なんか手に入れた？あ、人参だ！やった！まだ手に入ってなかったんですよね。嬉しいな、これ。これ嬉しいプレゼントをくれたよ。ちょっと、やっぱり減らさないとダメだよ、これ、多分。ちょっとカクカクするね。たまに。多すぎだろって怒られそう。ちょっとどうしよう、これ。床開けたら大量に流入してくるけど、変なとこに行かれても困るので、松の木材でもう誘導しちゃいましょう。ここから先には行けないようにする。で、ここから先にも行けないようにする。で、一気に。落ちてこないね。落ちてきた、落ちてきた、落ちてきた。いきなり食ってるぞ。ボトボト落ちてくる。ほら、ほら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 。すごい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 。あやー、俺も落ちちゃった。すごい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 。すごい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 。大量に入ってきたよ、大量に。すごい勢いだ、すごい勢い。おら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 。すんごいことなってる。なにこれ。なんですかこれ。まだまだいるみたいですね、上に。次から次へと入ってきますよ。じゃあ、とりあえずこれで一回やめて、ほらほらほら、すごい、次から次へと、大量に入ってくるよ。おおおお、まだまだ、まだまだいるみたいだぞ。これ出るの一苦労だな、絶対。何匹いんだいって。まだいっぱい、あ、もうそろそろ終わりが見えてきた？あ、終わったっぽいね。あ、終わったっぽい、終わったっぽい。よし、じゃあみんな下に降りていってくれ。
頼んだぞ。君たちにかかってるんだシステムは。ロロロロロ、落ちろ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 。ここは2マスにしてってもいいのかな。どんな塩梅になってる。下は下すごくなってるよ。ちょっと何が何だか全然わかんない。もう何が何だかわかんない。これちょっとちょっと、もうちょっとどいてどいてどいて、まずいまずいまずい。もうじゃ羊の、あ、もう上から降りてきてる。ポン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 。ちょっと待って待って待って、どうやって出よう。ここからそこを穴開けるしかないですね。ちょっと邪魔邪魔ですよ。ちょっとこうなるのは分かっていたんだがね。ちょっと君も入ろうか。まだいんのかい。ちょっとごめんごめん。ほらよし、ふう、1マス削れた。ちょっとごめん、どいてどいて。ちょっと3人ぐらい死んだ。オッケー。ちょ、ダメだって。ダメだって。ちょっと、いかんって、あんたら。あ。ちょっと、どうしよう、これ。戻れよ、お前ら。こりゃ。負けるな。ちょっとブロック置かせて、ブロック置けねえ。ちょっと、あ、そっか、上に出るための出口を取ってもらえそう。やばい、こんなとこに穴開けるっちゃダメだったの、これ。どうしようかな、砂ないって、砂よねえな。もう負けないで押し返すしかないですね。ほら、多少死んでもしょうがない。もう犠牲はやむなし。今置けるしかない。あ、ちょっと早く、ちょっと向こう行ってよ、ちょっと、ほら、よし、もうちょっと、よし、ちょっと、こっち来んなよ。ダメか、まだ置けないのか。ちょっともうここに置いて、もう、よいしょ。すごいよ、ここ。ちょっと何匹殺さないといけないの、これ。よし、やっと。はあ、長い戦いだった。ちょっと、ダメ、緊急脱出しないで、こっからも。ここも消しておかないと、下のあれに支障が出ますね。ここにもね、あの芝生を置いてるんですよ。なぜかというと、芝生は下にも入る能力があるんで、ほら、こうやってってね。で、下の芝生を食べたらすぐに、やっぱり、あの生え戻ってほしいので、なるべく確率を上げるために、いろんなところには、あのこうやってね、植えてるっていうことになります。やっぱりね、あの食べて帰ってこない人たちが出てきちゃいますね、どうしてもこの形だと。でもそれ以外の人たちもかなりいるんで、まあ大丈夫かな。ちょっとね、混雑しすぎなんで、もうちょっと減らした方がいいかもしれないですね、これは逆に。いやー、楽ちんでいいですね。ボタン何にも触ってないけど、どんどん羊毛が溜まっていくという。ちょっと人数がね、多すぎるんで、あとで減らしますけど、1時間計単位でどれぐらい収穫できるのか、まあ、数値を出しておいて、それでね、必要な建物をね、ぜひ、Xbox 版ではできなかったクリーパー像をぜひ建てたいので、ね、あの緑の羊毛とか死ぬ必要ですと。前回はあの羊小屋を作りましたけど、今回はこのお家の手直しにかかりたいと思います。木もねだいぶカットしたので、私としてはこの松をねちょっとうまく使いつつ、色を分けて、もうちょっとね今ちょっと地味なので外側も全部変えてしまおうかなという計画なんですけれども、どうかな。よいしょ。このね、ログハウス風なのは好きなんですけれども、ちょっといつもと同じような感じなんだね。で、冒険したらあんまりうまくいかなかったっていう、オチでございます。多分ね、この屋根を少し変えればイメージが一新すると思うんですよ。それに合わせてですね、よいしょ、 OK。 多分ね、
これをうまく使っていきたいところ。よいしょ。64か。1スタック、2スタック。2スタックから大丈夫か？そうね。どんな感じにするかが問題ですね。地上2マスぐらいから一気に上げてみる？そうね、そうしてみるよ。そうしてみよう。なのでちょっとね、このレンガからはみ出ますが、ここがいいんじゃない？多分ここね。よいしょ。それで、どうやって置いていこう。とりあえず置いてみないとわからない。そこからグワッと上げていく。続きやっていきましょう。こんな感じになった。さっきより急勾配でもうちょっとログハウスっぽくなったね。ずいぶん上まで伸ばしちゃおうか。2階のあの右側の部屋はもう別な建物みたいにしたいんですよ。ちょっともう分離しちゃってね。このこっち側は母屋で、こっち側がなんかリビングとかがあるような感じのにする。ふん、これぶっ壊さないと ついにぶっ壊す時が来たみたいですね。じゃあもうちょっと並べますね。ちょっと様子見て。これはどうだ。色的にはそこまで惜しくない。もうちょっと濃い方がいいな。かといってこの色にしちゃうと真っ黒になっちゃうからな。なるほど。よし。あ、すごい。うん。色合いは良くなったぞ。色をね、いろいろ考えて、やっぱり黒を基調にすることにしました。コロコロ変えまして、すいません。それでね、ちょっと家の外のこれがもう邪魔なので、もう撤去ですね、撤去。よいしょ。ディスペンサー、これも結構かなりお世話になりましたね。もう1000個は作ったんじゃないかっていう小麦をここで。ちゅうことでですね、今エントランスを考えてるんですよ。さっき言った通り、立体ね、立体的な感じの家、のっぺりしたところから立体感があるお家にしたいので、もうログハウスはね、縦飽きたっちゃ縦飽きたので、まあいつもと違った感じでね、うん、やっていこうかなっていう感じですけど、土とかはないのか。ちょっと一回埋めとかないときついな、これ。ちょっとここ飛ばしますね。
さあ、きれいさっぱりなくなっちゃいました。それで、9の、ここのなんかハリボテここ完全ハリボテハリボテなんだよね、ここね。ちょっとぶっ壊しますね、ここは。ぶっ壊してからどうするか。こっち側に、違うね、なんか建物が出っ張りを作ろうかなと思ってるんですけど、どうかな。黒で日本ラインにする。そっちが3だから、こっちはこっちも2にした方が良さそうだね、多分。こんな感じで、そうするとでかくなるか。ふーむ、ここね、ちょっと黒くて潰れてるんですよね、完全に。家の正面が窓かな、やっぱり。こんな感じで、ここはあ、窓と重ならないようにしないといけないから、ふむ、そっちの屋根がね、松の木なんで、こっちも松の木の屋根をつけたいんですけど、ここはハーフでいく。窓隠れるな、やっぱりね。その隠れる窓をどうするか、そこ一回切っちゃってもいいのか。そこガレージみたいにしたかったんですけど、なんかいまいちなので、ちょっとガレージっぽくなった。あと窓を底上げして、そこ3つになっちゃうな、そうすると。はあ、ここやめて、こうするのはどうだ。そのギリギリを行くスタイル。さーて、いろいろやってますけど、あの窓は保留で、今エントランスを考えてるんですけど、ただドアつけても面白くないんで、何かできないかな。ちょっと腹が減っちゃった。ふん、この白い枠いるかな。木にした方がいいかな。この色いいですよね。白樺使ってみようか。ふーむ、エントランスここなんですけど、もうドアフルオープン、ドア作ってみる。ドア開いてるところちょっと寂しいな。しかもちょっと長さが足りない。これじゃ閉まらねえぞって話だね。ちょっと待ってね。まずここに出すでしょ。今度はちょうどいい感じだね。で、この真ん中に取っ手を設置しちゃう。どうよ、木の棒とか。あ、悪くないね。あ、悪くないんじゃないの。ここにもう一枚ガラス入らないよね。入らないよね、そりゃ入らないよね。いいね、なんかドアに見えるね。丸石の壁とかも多分フェンスみたいにどこにも接着してなければ。あ、石の方がいいかな。ちょっと石太いね、でも。すんごい重そうなドア。ふむ、ちょっとフェンスにしときますか。よいしょ、フェンスの方がなんかドアに見える。うん、
窓ガラス、はめた。OK。それでですよ、ここ塞いじゃう。よし。ここからですよね。ここからどう装飾するかなんですけど、ハーフブロックを上に重ねちゃうのもいいかもしれないし、階段逆さを、サイドにつけてみてもバランスが取れるかもしれない。やってみようよ。ちゃ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 。せっかくいいとこだったのに。ちょっとまずこっち側から見てみよう。ちょっと見てみようか。そうすると真ん中も階段の方が良さそうだね。はあ、真ん中も階段にしちゃおう。それでもう一段上げてもいいかな。下とバランスが取れないですね、窓の形が。よし、じゃあちょっと直しますね。なんか屋根とうまくくっついてるような感じはするけどね。どうなんだろう。よいしょ。これ家作って終わりだね今回。多分こんだけ喋ってんのに、いやおかしい。あの上も直しますね。あとでそれでは、悩ましい。悩ましいでんな。バランスを見るとこんな感じか。ちょっと前出すぎ。前出すぎっぽいね。レベル38になってんだ。もうちょっとそろそろエンチャントやんないと死んでパンになっちゃうから。さあこんな感じか。さあどうする、どうする、どうする。ファイヤーでもやればできるんだいっていうところを見せてやりますよ。さて、ふむ。まあバニラじゃないけど、HD ってモッドは入ってるけど、まあバニラみたいなもんですよ、ね。あとその中ぶっ壊すとして、ここは綺麗になりましたね、ここ。ここもこんな風な壁ができると思っていいはず。さて。ですね、ちょっとね、羊毛が増えすぎてしまっているんで、ストレージエリアをね、作っているんですけれども、オートマチックにするためにする前にね、チェストの位置を決めてどれぐらいのスペースが必要なのかちょっと測らないと作りづらいので、まだ、ね、全然決まってないので、形もシステムの具合はどんな感じで動くかっていうのは大体私頭に入ってるんですけど、それをまずチェストエリアを作るっていうところからですかね。 OKOK。 じゃあここと、サプライズマザファカマザファカマザファカ、サプライズマザファカ。マジかよ。ちょっと待って。何、どっから来たのあなた。ちょっとびっくりしたな、今のは。びっくりしちゃったよ。ちょっと一匹脱走したね。チェストが偉いことに。ああ。まあ、ちょうどいっか、後でぶっ壊そうとは思ってたんですけど。よいしょ。ちょっと直しますね、ここ。よいしょ、OK。被害は少なかったようだ。
やばいなこれ、どうしよう。